先発の開幕投手を務めました三浦大輔が7回途中でマウンドを降りて、その後川原、そして横山体のキレもありませんでした。8回4失点。そしてこの9回からは左腕の森中、非常に先ほどもご紹介しましたように左のピッチャー、中継ぎでは左のピッチャー阿波の筆頭に今日投げました川原、そして森中と順調にキャンプオープン戦と仕上がって、もう森中なんてもう胸張ってそっくり返ってこう投球練習しています。で、分かるように非常に自信を持って、もうこの森中というのは社会人時代にロサンゼルスオリンピックの、ね、ロサンゼルスではないです、あのオリンピックの、ね、銀メダリストですから、アトランタオリンピックの ね、あの時の投球が蘇った。川村も一緒に行ってましたでしょ、そうなんです、それもあのキャンプでザ・アワノさんとアワノ投手同室でして、いろいろ精神面から始まって練習方法すべて教わって全く頭を切り替えたそうですね。なるほどね、それをキャンプで実践して、さらには同室ですからキャンプが終わって夜も野球談義です。本当に自信を持って、今年こそ今年ほど開幕が楽しみな年はなかったです。なるほどね、もう胸張って自信つけたんですね。僕のピッチングを見てくださいと言っておりました川、森中です。今年3年目、4月9日もうすぐです、25歳となります森中正夫。とにかくまっすぐのまずキレが戻ってきたと、そうでしょうね、オープン戦で1回見ましたけどね、はい、いきなり打たれたのかな、はい、その後、ピタッと抑えましたからね。打たせました、元気よく一塁ベースカバーに走ります森中。オープン戦は6試合に登板しました森中です。6試合目はジャイアンツ戦に投げたわけですね。2回この時は1失点、まあ、負け投手という形でこのオープン戦の最後の調整登板だったわけですが、6試合投げて 4.50 という防御率でしたけども、ただ本人は非常にこの最高の状態で、もう表情を見ても分かるように今年シーズンを迎えたという森中投手です。まだプロに入って3年目、勝ち星がありません。そして6月に初めてのベイビーが生まれて、ね、パパにもなるということで、ですからとにかく今年はまずプロ入り1勝を挙げたいんです、そしてさらに多くなりたいんですと言っておりました森中です。まあ、しかしね、あの打線がいいですから、はい、負けてるゲームを出ていって抑えてますとね、はい、逆転してくれますからね、はい、そういうチャンスっていうのはもう本当ありますよね。平山さん、今の速球低めに来て、はいはい、いいんじゃないですか。あ、いいボールですよね、はい、まだスピード出るでしょうね。そうですね、宮本慎也を迎えています。得点は9対1です。ヤクルト8点リード。詰まりました、ライトが出てきます。あー、取れない。ライトは今日素晴らしいプレーを見せました、ファインプレーを見せた中根です。セカンドが下がり、そしてハグも横にいました。でも最後取る意思を見せたのは中根でありましたが、もう今のはそんなに風の影響じゃなくて、ちょっと ローズが、少し目に入ったんでしょうね。あ、そうですね、そうですね、もう真ん前までローズがいたんで、はいはい、これは森中にとってはアンラッキーなヒットになりました。ツーベースです。ワンアウトランナー二塁、バッター古田、得点は9対1です。三浦は完全にこの古田を抑えました。その三浦対古田は3打席凡退、しかしピッチャーが変わった第4打席はライトへヒットを放ちました古田です。得点圏にランナー、得点は9対1。若松新監督、今年から若松監督のもとスタートを切ったヤクルトが9対1、8点リード。
まっすぐです。これでボールカウントはワンストライクワンボール。谷繁がネット前で、ネット前まで来ますがファールです。ファールボールの行く目にはくれぐれもご注意ください。今日は2回に池山が1号ソロで先制、3回に石井タイムリー内安打、1対1同点。この辺までは三浦大輔、石井和久の投げ合い6回まで続きました。しかし7回ペタジーニにまず先頭打者として三浦がヒットを打たれました。そして池山に対して若松監督は送りバントのサインでもボール3つ先行して、そして4球目ストライクの後結局池山にフォアボール、このフォアボールが流れを変えました。スミスをなんと送りバント、これが決まって3塁2塁。そして高橋デカ、高橋サトシが初球さ、3塁線も破る勝ち越しの2点タイムリーツーベース。その後白石にタイムリー、さらには石井和久タイムリーと4点を失い、この7回マウンドを降りた三浦大輔。8回には横山が大乱調でありまして、なんとペタジーニの第1号のツーランホームラン、そして横山自らのワイルドピッチ、これで得点も与え、さらにスミスのまたまた来日1号ソロ、両新外国人が1号ソロ打たれました。横山が献上いたしました。これで8回4点と得点は9対1、ヤクルト8点リードで、そのヤクルトセンターへ詰まっています。半身になってバック足が止まる、二塁ランナーは三塁へ行きます。中継から三塁へボールが来る、2アウトランナー3塁と変わりました。3時間も超えました。今日28,000人、雨の中始まった今日の横浜スタジアム開幕戦、ベイスターズスワローズの1回戦、和田愛子さんの熱唱、国歌斉唱で始まりましたこの横浜スタジアムの開幕戦でありますが、三浦大輔が7回に捕まりました。さあバッターボックスは先ほど8回に来日第1号、見事なもう打った瞬間という、まあ、風も確かに左から右に吹いていたものの最上段まで運ぶという素晴らしいホームランを放ったペタジーニです。松本さん、はい、三塁側ヤクルト情報です、先ほどホームランを打ちましたこのペタジーニ選手、打ったのは内角のストレート、日本に来て初めてのゲームで初ホームランが打てて嬉しいということでした、はい、そしてその後打ちました、スミス選手ですけれども、これも右中間ハルオドの打ちか、ボール白いボールがこぼれて今ホームイン、ペタジーニは二塁に行きました。なんと先ほどの打点、さらに打点1、今日3打点というペタジーニ、これで10点目2桁、10対1、9点リードと変わりました。このバッティングでした。こういう低めは前ですよ、バットが比較的出やすいです、だから真ん中の外めの低めのボールなんていうのは、これは変化球だろうですけれどもね、変球だろうがストレートだろうが、これはもうあのバットの芯捉えますよね、続きます、そのスミス選手ですけれども、スミス選手のホームランも打ったのは、内角のストレート、ペタジーニに乗せられて打てたのかなということです。それとその前の回7回にですね、送りバントを決めましたけれども、あの送りバントはプロに入って初めてだそうです、チームのためなら何でもするよと話していました。やはり初めてということでね、そうでしょうね、やったことあるのかなと思ってね、さあもう9回最後のマウンド、とにかく昨年は オープニングゲームジャイアンツ戦でした。1回の裏、味方打線が4点取って4対0とプレゼントをもらいながら、終わってみれば6対4、逆転負けを喫したその石井和久、したがって昨年の雪辱もあります。そして若松監督へのこの開幕での初白星、秋から誓ってこの調整をしてきた石井和久投手のピッチングが、キャッチボールがもうすでに始まっています。
これはファースト駒田ちょっと風に流されましたがミットの中に入りました。しかしこの9回の表ですがペタジーニのタイムリーヒット、これがツーベース、これでまた1点を追加したヤクルト、ついに2桁得点10点目、10対1です。10対1、ヤクルトのリードは9点と変わっています。